はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ウィーニングポスト、9 2021、ライブ配信始めていこうと思います。2024年初めてのウィーニングポスト配信ですね。今回は8月1週セリーチからスタートいたします。少しお待ちください。はい、ツイッチで配信を行っております。ツイッチぜひアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー and チャットコメント please。 2日後の5日に YouTube にアーカイブをアップロードいたします。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。This live archive upload my YouTube channel two days after premiere live my YouTube channel チャンネルサブスクライブド and グッドボタン please。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひ、アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ということで、まずはヨークセールからですね。ヨークじゃんじゃん出していきましょう。ゼロサイバーのセールになります。さあ、出せるのは自家で生産した馬のみです。分譲でのものは出せないのはちょっとね、痛いとこかな。どんな馬だっけ？トゥーザビクトリーの下じゃないの？これはいいヨークってあるんかな？プリマグラードっていう馬があるけど、一生しかできてない。これトゥーザレジェンドってもし、まともな欲がなければ売ってしまってもいいかもね。スーパーホース産むんだったら別だけど、その辺どうなんだろう。ああ、スーパーホース産むんだこの馬。じゃあ売れないね。売ることはできないですね。
じゃあ売りません、トゥザレジェンドは。ラストグルーヴは大したことなかったような気もするけどな。ああなるほどな、すごいマスいるんだ。2頭だけか。セールです。ぜひ、Twitch のアカウントフォローしていただければ嬉しく思います。オラキシスがいますね。なんだ、生産もノーザンファームか。ラキシスってどうだっけ、品色入りしており、その品色入りの後はなんかいいのがいないんだな。まあ、まだ外国馬もいるからな、 ラキス使うべきかどうかっていうのは考えどころだな。多分繁殖入りでもいい馬いなかったんだろうなっていうような、これ書き方だろうしな。まあ、この、まだ若いんで、チャンスがないわけじゃないと思うんですけど、ちょっと、まあ、魅力には欠けるかな。ラキシスは。悪くはないけどな、自分で育てたいもんな、できれば。まあ参加します、だってノーザンが買うしね、お金もある。動きが、もうみんなか、せるように勝っていきますね。いい馬では多分あると思うんですよ、ラキシス。でもね。あ、買い逃した。ダノンレジェンドか、里の里のノブレスあたりもいますね。ちょダノンレジェンドの方が、まあ、ラキシスも悪くはないんですけどね。ダノンレジェンド、マッチョーの父、マッチョーモです。買いましょう。
ここで仕掛けていく。まあ、ここまでですかね。うん、帰りましょう。まあまあまあ、上がらなかったですね。まあ、売られただけまだマシかな。はい。じゃあ行きますか。セーブしてるよな。うん。さあ、ダイアナステークスブエナビスタ登場です。もちろん一番人気。ベネビス131、一応抜けてはいますが、110代後半もはもいるんで安心はしてられませんよ。なんつうフォーエバートゥゲザーがいますからね。イザライグザンブルも強いってことで、レース行きましょう。サートア競馬場 G1 ダイアナステークス、牝馬限定芝 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さて何が行くのでしょうか。ブレインズアメリア前に行きそうです。エイリーンズアドラブル、それに続いています。さらにはサマンサナイサー、6番ジュリエドレス、その後ろ。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。先手を取ったのはブレインズアメリア、これに続いてアマナーブレイド、その後ろからはフォーエバートゥゲザー、その隣にプロビソ、内からはデリナデュネット、白の帽子イザライグザンプル、その後ろ、すぐ後ろにブロークンネイル、その外からアポロスターク、ブエナビスタ、後ろからプロモスバーバリン、それに続きます。並んで13番ネバーインテンシファー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度古豪ブレインズアーメリア、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はブレインズアーメリア、2番手はジュリエドレス、アマナーブレイド、3番手ブエナビスタ、まだ来ない。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は追走するように上がっていってる。大外を回っていきます。直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。もう先頭だ。ブエナビスタ残り 200m、 後続はまだ後ろ。これは強いでしょう。先頭です。このまま圧勝です。2番手はオーエバー、ぶち切りました。ブエナビスタ今ゴール、段違いの強さです。2着はフォーエバートゥゲザー、3着にプロビソ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ブエナビスタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。サーターダービー招待、カタノポニョ登場、一番人気120。表面上抜け出ているようには見えるんですが、果たしてどうなんでしょうね。レース行きましょう。サートワ競馬場 G1 サラトワダービー招待、芝 1900m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。
いよいよ発走です。スタートしました。アタノポミョ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はアタノポミョ、これに続くのがリトルマイク、さらにはネクストドラマ、10番サンライズカンディア、その後ろリトルマイク、先手を取りました。少し離れてエアウェイパーフェクト続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。並んで無敗のフェアリーシャルール、ディッシュカラリン、この馬もこのグループ、これに続いてヒーローズトルーパー、内からはブロリアナサブリナ、フランカサニー、そのうちに続いています。その外にスライドサマリテン、内からはティミーハイネス、その外からコーラスディード、最後方にステートリービクター。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。フランスダービー馬カタノポミョ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、これに続くのがリトルマイク、少し間が空いてディッシュカラリン、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ12番カタノポミョ、カタノポミョさらにリードを広げます。2番手は逃げるかな。さあリトルマイク差を詰めてくるぞ。捉えられそう。意地のぶつかり合いだ。カタノポミョ先頭。ああダメですね、捉えられてしまいました。先頭あと 200m、 リトルマイク余力は十分か。さらに引き離していきます。粘りのアップがいるよな。2着はキープしたものの、2着はカタノポニョ、3着にサンライズカンディア、勝ったのはリトルマイク、見事な勝利です。負けてしまいました、つらい。グッドウッドカップ天野ニコニコ1番人気です。125か、これは勝てるでしょう。あ、でも一頭アスクっていう強い馬がいます。この馬は養鶏界ですね。内枠を取っているのは有利に見えますが、ではレース行きましょう。グッドウッド競馬場 G1 グッドウッドカップは芝 3200m 長丁場となります。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスプニーダンプティ、ショッキング、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくスプニーダンプティ行きました。続いて前へ行くのはショッキング、さらにはサマージェシー、15番オープニングジャーニー、その後ろ先手を取ったのはスプニーダンプティ、少し間が空いてカクテルエキスプレス、これに続くのがナイトオブパッシジ、これに続いてあんまり前へ行けなかったですね。上がっていきました。黒の帽子、これが果たして吉と出るか京都出るか。後ろからになりました。その外にバスティアロマネコンティ、その隣にダメロンチェーサー、イーディクラファティ、この馬もこのグループ、ブライドルアンガール、それに続きます。その外からクロセルーラ、最後方にアイディアートール、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度さあここで内側に行くことができます。だからそんなに前に行く気がないですね。行きっぷりがそんなに良くない。気になります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。間が空いてサファリマウンテン、並んで6番アスク、好位置をキープしています。天野ニコニコ、内からはオープニングジャーニー、その外にキャメロンチェーサー、並んで9番バスティアロマネコンティ、サマージェシー、そのうちに続いています。並んで11番カクテルエキスプレス、その外にイーディクラファティ、後位まで上がってきましたよ。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで7番手ぐらいか。その外にブライドルアンガール、しんがりからクロセルーラ、前の方からもう一度見ていきましょう。14番スプニーダンプティ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてショッキング続いています。ナイトオブパッシジ、すぐ後ろ大きく離れましたアスク。さあ一段となっています。すぐ隣にオープニングジャーニー、馬群は黒の帽子、天野ニコニコ、いい位置につけました。その外にカクテルエキスプレス、さあ直線に入ってちょっと外に持ち出していたが、ちょっとどうなのかな、後ろすぎる。逆に置かれてしまっている。残りあと400m、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはショッキング、ショッキング残り 200m を通過して、アスクと比べて意地を見せる。2番手は追い込んできたが、勝負どころでなんか息っぷりが悪かったな。
パシジ勝ったのはショッキング、見事な勝利です。ナッソーステークス天の椿です。一番人気、この馬大きい札確定しています。124ベイクドハンドです。いや、スイスターキープがライバル馬と言えるのではないでしょうか。ではレースいきましょう。グッドウッド競馬場 G1 ナッソーステークス芝 2000m です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。リリーオブザバレー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。花を切ったのは天の椿、続いてフェイバーアルボラーダ、この馬も前へ。さらにはテンプルケイサス、7番イルーシブウェーブ、その後ろ先手を取ったのはイルーシブウェーブ、その後ろからはリリーオブザバレー、その外からモアジョイアス、スパークラブリー、それに続きます。すぐ後ろにフラッシュオブウィナーズ並んで G1 2勝ベイクトバンド、これに続いてサムアンビーチ、黄色の帽子ハーバートサンセット、その後ろその隣にスイスターキープ、センセーションスイフト、そのうちに続いています。並んで10番イングランズサバンナ、これに続くのがライクソウト、最後方にインパーフェクトウエスト、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均です。まくり上がってきたよ。天の椿先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。前の方からもう一度1番リリーオブザバレー、レースを引っ張ります。イルーシブウェーブ、さあここからの仕掛け合いだ。スパークラブリー大きく離れました。モアジョイアス、さあ先頭は依然として前捉え合いのかな、ちょっと不安だな。あーちょっとこれも立ち遅れた。あと 400m 長い直線、ここからどうか、日本と世界意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 スイスターキープ差がつまらない。追い上げてきた、スイスターキープ抜けた、スイスターキープ粘る、スイスターキープ、あー2着だ。スイスターキープ、1着、2着にはどうやら天の椿、3着にフェイバーアルボラーダ、勝ったのはスイスターキープ、見事な勝利です。金量かな。サセックスステークス天のゲド戦記一番人気ですが、124これもカンフォードクリックス、クリフスっていうライバル馬がいる上にパコボイラの110代後半の馬も無視できないですからね。あとベストインセールあたりもいい馬ですよね。レースいきましょう。グッドウッド競馬場 G1 サセックスステークス芝 1600m です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スパイラルシュタイン、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスパイラルシュタイン行きました。続いて前へ行くのはグラスブランド、さらにはタイフーントレイシー、最強王者天のゲド戦記、その後ろグラスブランド、先手を取りました。少し離れてインポートブリック、続いています。白の帽子キャラージャード、その後ろその外にパコボーイ、その外からカンフォードクリフス、内からはシビルズエクセラー、グッドババ、そのうちに続いています。その隣にデレゲーター、内からはベストインセール、その外にゴールドグレンスタル、内からはインゴットブーム、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。その外にソロリーマラブー、しんがりからベイクトチャペル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで先頭が変わりました。さあそうそう好意にはいますが追い出したが、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、スパイラルシュタイン先頭、残り 200m、 勝て勝て勝て競り勝て、でも内からもこらえている。
てか伸びない。ベストインセイルかわす。ベストインセイル、ベストインセイル。1着2着はペレゲーター、3着にスパイラルシュタイン。勝ったのはベストインセイル、見事な勝利です。伸びないな、やっぱりヨーロッパって相性良くないのかな、日本の馬には。クイーンステークスです。おっと、さあ、マノドロロです。一番人気グリグリとなっております。ダイジェスト、札幌 G3 北海道新聞杯クイーンステークス芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。アマノドロロ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。一気にテンバールハース、アマノドロロ。新勝ですね。勝ったはいいものの頭差ぐらいじゃないでしょうか。重賞2連勝です。さあ、これで成長力が上がるんだったらいいですね。さあ、海外2勝、海外 G12000、地方交流2000 ですね。他エルムステークスもございますが、感情の教え、おっと、かぶってるジョッキーがいるぞ。8月の4週って海外行ってんじゃないの。吉富もかぶってます。新潟とあれでかぶってるか、どっちか選ばないといけないな。まあでもこっちかな、吉富先生は。あとフェイトと何がかぶってんだろう。イナバウアか。まあイナバウア優先するよな。クラブはどうなってんでしょうね。思うと強行が強い。行きましょうか。とりあえず次走何出すかですね。まずベーナビスタ放牧しております。ここには本当に惜しかったよ。さ、まだ3歳ですからね、と言いつつ、早熟なので多くは望めないのもまた事実。ちょっと厳しいんじゃないかな、ポニョは。フランス、でもフランス旅勝った馬なんだよな。これは本当にすごいと思う。せめて同札ぐらいまでは持っていきたい。で、ニコニコは4着。ニコニコはあと3勝。まあ、とはいえ、こちら、番宣なんで、まだまだ先があります。3200は微妙に長いかもね。もう一走できたらやりたいな。2000は長いよな。
ジオポンティとか強いよ、あの急所してるからな、うん、まあ、正直まともに勝負できるようなレースじゃないね。じゃあ9月の10月頭以降なるとこの辺かな。まあどうなんだろう、俺はあんまり出したくないけど、むしろ10月の4週のこの辺りかな。で11月1週はもうかぶってるです。椿がそうだな、武豊安城だからな。年齢34だけど、北村騎手、うん、でも距離長短くない、だからなんでここに出るのか不思議ではあります。天の椿状態上がってますね。8月の4週もレース出せそうだ。まあ最も金札あの確定してるから出せればの話ですが、だったらダメですからね。まあ素直に放牧かな。ゲド戦記も、ゲド戦記もはまあいいんだけど、ゲド戦記もう金札確定してるんだ。メンタル精神力は弱いんだな、ゲド戦記。じゃあ国内のマイル戦とかに出すべきだろうな。ハニカミとかもいますが、ちょっとここはな、まあいいんだけど、多分ブラックなんたらかんたらの方がいいだろうな。でドロロがこれで2連勝上がってくれました。本当に健康状態が悪いな、これ健康重視だな。でも健康重視しても大して健康上がらないんですよね。健康上がるものとかあんの。ないんだよな。だからで疲労も上がるものばっかりだからな。能力上がるのは嬉しいけど、間を空けないといけないですね。オールカマーとかは全然いいし、ダートもいけるんだ。ウエストナがすでにいるからな。ここでちょっとどこまでやれるか挑戦してみましょう。さあ一方刀春日、そういえば春日の中の人結婚されましたね。おめでたいですね。おめでとうございます。何勝 ?10 勝か。泉はスプリント、まあでもそんなにね、もう無理しなくてもいいからな。でも状態が落ちてるよな。そう、状態が上がりきれないまま来ちゃったからな。放牧後のレースじゃないの。さあ、ある日どうするかですね。でもそんな出すレースないけどな。9月以降ってことだろう。ここは勝ちたいんやがいるし、正直出すレースがない。1004からマイルだもんな。引き馬天馬が、
殺したんだ。最上位キャンキャン凱旋ゲリラ雨ドローがなんとかギリギリ勝ちましたが、ネクストホイットニーステークス天の気持ちいいです。一番人気となります。129同じ129のブレームがいます。チョコザイナっていう感じですね。展開は有利です。レースです。サートア競馬場 G1 ホイットニーステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは天の気持ちいい、スタートも良かった。このままも好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオーメリックオルメック花に立ちます。その後ろからは天の気持ちいい、この馬も上がっていく構えです。さらにはブラムエイビー13番ジェラニーもその後ろ、先手を取ったのはオーメリックオルメック並んで8番クオリティロード、少し離れてブレーム続いています。クワイタバイタリティ、それに続きます。その隣にティズウェイ、ショーケースネイチャー、この馬もこのグループ、青の帽子グリーシャンスピードウェイ、その後ろガイドブックノバ、すぐ後ろにウィンターズクランバー、さらにはコバートコンテント、最後方にマインザットバード、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでクオリティロード2番手つけました。もう気持ちいい。2番手は天の気持ちいいブレーム、3番手天の気持ちいいいい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団もしかしなんか行きっぷりが悪い。コースに入りました。あ、もうでも持ったままでいいですね。先頭、さあ天の気持ちいい、一気に来た。残り200mを通過して、前捉えられてない。いや抜けた。天の気持ちいい、なんとか勝ちましたね。天の気持ちいい、一着二着はクオリティロード、三着にブレーム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の気持ちいい、まさしく日本が世界に誇れる馬です。クオリティロードカースオンちょっと苦労しましたけど勝ってくれました。ロートシュルト賞です。天のアイフォンは3番人気となります。109ゴルディコバがいるんで、これはなんぼなんでも厳しいでしょう。燃えてますねゴルディコバは。さあちょっと前に行くも多いかな。差しで行ってみましょう。ダイジェスト、ドービル競馬場 G1ロートシルト賞芝 1600m です。前はウォーターデッキサディ、直線競馬、ほとんど差がありません。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ゴルディコバですね、やっぱり。残り 200m、 後続はまだ後ろ、これは完全にちぎれた。2番手はサプレザ、これは強い、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はサプレザ、3着にアスコットフジヤマ、勝ったのはゴルディコバ、見事な勝利です。天のアイフォンは6着に敗れました。壁が厚い。ブリーダーズゴールドカップ天の花盛り1番人気、2番人気はクラブは凱旋マリコ犬となっております。先方はまあこのままで、ダイジェスト、紋別競馬場 JPN3 ブリーダーズゴールドカップダート 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、天の花盛り先頭、外から凱旋マリコイヌ、残り 200m、 先頭は依然として天の花盛り、粘ってる。2番手は凱旋マリコイヌ、天の花盛り差を広げる。天の花勝ちました。強い強い天の花盛り、圧勝ゴールイン。2着は凱旋マリコイヌ、3着にブラボーデイジー、勝ったのは天の花盛り。
クラスターカップ天のラキスタです。2番人気です。1番人気は藤のウェーブとなっております。先方変えられます。差し先行策でいってみましょう。ダイジェスト、盛岡 JPN3 クラスターカップダート 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天のラキスタ先頭、外から勢いよく藤のウェーブ、藤のウェーブに重ねた。マルカフリート、藤のウェーブ先頭だ。藤のウェーブゴールイン。2着はマルカフリート、3着に天のラキスタ。これが地方の実力だ。藤のウェーブよく粘ってましたが、2頭にかわされましたね。最後さあ、レパードステークスクラブは凱旋ゲイリラーメです。伊坂さんのみ本命、スティールパス。一番人気は大鳥グリック、スティールパス。一応凱旋ゲイリラーメを名前つけときましょうか。ダイジェスト、新潟 G3 レパードステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ガーデンカクタス先頭、3馬身から4馬身のリード、あと 200m。 ガーデンカクタス後続を大きく引き離しました。さあ詰めてくる。2番手はメルシーキャロル、凱旋ゲイリラーメ、凱旋ゲイリラーメ。勝ったんだゲイリラーメ。見事に勝ちました、凱旋ゲイリラーメ。よかったです。エルムステークス、天のキャンキャンが1番人気、天のつぼみが8番人気となっております。あと、まあ、フリー要素がライバルとして登場します。エスポアルシティも結構強豪ですね。さあ、つぼみは先方選べます。先行策かな。ダイジェスト、札幌 G3 エルムステークスダート 1700m です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。エスパルシティだ。エスポアルシティ先頭、しかし後続との差が縮まってきました。かせるか、このまま踏ん張り切れるでしょうか。かせない。エスポアルシティ、1着、2着は天のキャンキャン、3着に凱旋空船、見事に勝ちました、エスポアルシティ。わあ、意外と後ろに置かれたな。つぼみはちょっとかかってしまった。切った方が良かったかもな。海外3頭です。キーシャサー、ハニカミはもう、ハニカミは多分いいですね。オーケンブルースリーが4勝、あと4勝か。どうかな、果たしていけるかどうか。負けられないレースがいるが、ハウルってどの馬だっけ。ハウル G1 11勝の馬。あ、ここは譲れない。小泉も距離ぴったり。アミーゴは微妙に長いかもな。フェイトは、ヘイトなんでこんなとこに。あ、でも距離は大、全然。ハウルかな。外れるのはハウル。ということで、まず天のハウル、どうするか決めないといけません。今日賞賞金が高いからな、状態悪くない。だから8月を5週あたりのレースに出ても構わない。距離は1004の2700か。
この辺とかかな。ダーレミとか強いな。まあ、強いからこそ出る意味があると言えます。ヨークシャーオークスイ挑戦です。タケタが乗ってくれない。あ、いや。もう一回。オルカマは残しといていいんだよ。バッファーで。で、残りの馬はローテで決めるって感じですね。オーケンブルースリー、寿命を長くすることってできないのかな。まあ、状態もなんか上がってないし。流れが悪いな。2400は長いから、京都大賞典じゃないと思う。10月の1週あたりか9月の後半かな。こっちも芝ですね。わからんな。まあ別に。でもいいけどね。安いな。ペラショーも安い。2番限定は総じて安いですね。仮に9月1週だとしたら、とりあえず登録だけはしておきましょう。メンバー次第だろうなとは。ポニョ惜しかったよな。まあでももう厳しいな。でニコニコもう4着か。スプリンターズはないよなと思う。マイル1000ぐらいかな。8月を5周でマイル戦があればそれ出すことも可能。ダートはダメなんで芝のみ。はい、2100でもいけんのか。ペポトがいるんだ。まあでもメートロンとかか。でもメートロンな、勝てる馬に譲りたいな。さあゲド戦記はスプリンターズと言ってます。まあ、こちらスプリンターズまあいいとは思いますけどね。できればマイルの方がベストかな。ドロロは勝って日テレ杯か。日テレ杯？ああ、はい、ああ、日テレ杯でいいんだ。ある日はこれ勝ったけど、まあ、10勝してるからもういいんだな。トゥルスはドーツオーク3着。どうでしょう、ローズステークスか。まあいいんじゃないでしょうか。一旦はね。全米驚愕、刀の春日も話題になってます。最上位、
買ってほしい。あ、まあでも発祥だからな。もうみあの切札基準満たしてんだよな。記憶ですね、これは。なっちゃんにかけます。ソードダンサーステークス、オーケンブルー3一番人気ですが126、あ、110超える馬がいない。これは確実に勝ってほしいです。追い込みなのはどうしようもないですからね。レースです。サラトガ競馬場 G1 ソードダンサーステークス芝 2400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。バトルタウソン、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくバトルタウソン行きました。続いて前へ行くのはデピティギャレイ、さらにはサリーダンスーズ、9番オフショアウィッシュズ、その後ろバトルタウソン先手を取りました。大きく離れました。ストライキングクルーナー、その外からステートイラストリアス、フォレストスープ、そのうちに続いています。並んで5番イルドシー、すぐ後ろにゴルドカマー、その隣にキーナーバーガー、その外にレッドアリゾナ、オーケンブルース3、後ろからになりました。オレンジの帽子オシアンステータス、その後ろ最後方にアルファベットインソレンス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。2番バトルタウソン、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてデピティギャレイ続いています。そしてやや離れてイルドシー、並んで6番フォレストスープ、サリーダンスーズ、すぐ後ろ並んで9番オフショアウィッシュズ、すぐ隣にステートイラストリアス、レッドアリゾナ、この馬もこのグループ、内からはウォルドカマー、並んで古豪キーナーバーガー、その外にストライキングクルーナー、先頭は依然としてバトルタウソン、2番手はデピティギャレイ、間を挟んでフォレストスープ、3番手オーケンブルース3、この位置から届くのか。この辺りで後続後ろにいるし、全然動き配がない。直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合い、さあ追い出したが届くのか。本当に背足は足はいいが、残り 200m 一気に後続が抑え上がってきた。おー、すごい背足、一気に先頭へ。アルファベットインソレンス、オーケンブルース勝ちました。強い強いオーケンブルース3、圧勝ゴールイン。2着はアルファベットインソレンス、3着にバトルタウソン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。オーケンブルース3、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ソードダンサーステークス連覇、相性いいレースだったんですね。
はい、モーリス・ドギース賞キンシャサの奇跡です。一番人気最内枠ですね、133。いきましょう、レースです。ドービル競馬場 G1 モーリス・ド・ギース賞、芝 1300m の短距離戦です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました、ナッシングドリル。これは好スタート、キンシャサの奇跡。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくナッシングドリル行きました。続いて前へ行くのはキンシャサの奇跡、さらにはディックダーピン、13番、オナダイヤ、その後ろナッシングドリル先手を取りました。その外からベイテッドブレス、内からはドイリーフリート、間が空いてオーバースケートヘール、その外にジャボットエクスチェンジ、セイクリッドキングダム、そのうちに続いています。その後ろからはマクフィー、先頭は依然としてナッシングドリル、ディックダーピン、ほとんど差がありません。ベイテッドブレス3番手、さあキンシャサの奇跡逃げ切れるか、残りあと 400m、 長い直線ですね、強いわ。キンシャサの奇跡先頭、残り 200m を通過してぶっちぎりました。ちぎれた。2番手はシーニックブラスト、後続は大きく圧勝です。キンシャサの奇跡独走、キンシャサの奇跡ぶっちぎりです。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。キンシャサの奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらも連覇ですね、モーリス・ド・ギース賞。はい、続いてジャックル・マロア賞、アニマのハニカミです。一番人気129。4番人気がレイテストコンダクトか、まあそんなに強くないですね。あ、まあ、というか110を超える馬がないから、これはしっかり勝ってもらいましょう。レースです、ドービル競馬場 G1 ジャックル・マロア賞、芝 1600m マイル戦です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。クイーンオレスです。これはいいスタートを切りました。エニータイムファインド、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくバーティアスジーニアス行きました。続いて前へ行くのはオリンポスデラルカ。それでは先頭から先手を取ったのはクイーンオレスです。好位置をキープしています。天のハニカミ、その外にバーティアスジーニアス、ピンクの帽子エニータイムファインド、その後ろキュアノスヘルプ、そのうちに続いています。その隣にプロフィートクラウディ、その後ろからはオリンポスデラルカ、内からはパイオニアブリタニア、内からはライトサバンナ、その外からサファリリュート。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。アンドーバールーイ上がっていきました。この辺りで先頭が変わりました。プロフィートクラウディ、ここで先頭が入れ替わりました。天のハニカム、プロフィートクラウディ2番手に控えました。さあ天のハニカム、このまま逃げ切れるかどうか。いいですね、ハニカム先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。残り 200m、 後続はまだ後ろ、天のハニカム先頭です。このまま押し切るか。勝ちましたね。キュアノスヘルプ、天のハニカム今ゴールイン。段違いの強さです。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天のハニカム、まさしく日本が世界に誇れる馬です。お、大きな手応え、絆。マソステークスクラブ馬2頭ですが、まあ、これは飛ばします。関谷記念、天のアラホー登場、2番人気、3番人気の凱旋ヘルシーをはじめ大外にクラブ馬が3頭集まっております。1番人気はチーフーズプリマ。父は天野一郎です。母が凱旋ショットか。売った馬はここまで頑張るとはな、まあ、とはいえ G3 ですからね。凱旋大振りがようやくあのオープン特別上がってきて、いやオープンに上がってオープン特別を勝ったばっかりなんだ。上り馬っていうことは言えるんじゃないでしょうか。凱旋ヘルシーは七夕賞を取っております。ではダイジェストいきましょう。新潟 G3 関谷記念、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。デームプリキュア先頭、残りあと 400m、 長い直線、これは凱旋ヘルシオ先頭、外からスマイルジャック先頭、残り 200m、 さあ先頭は今度は凱旋ヘルシオ、ヘルシオだ。一気に天のアラフォー、凱旋ヘルシオ、凱旋ヘルシオ、1着2着は微妙です。見事に勝ちました、凱旋ヘルシオ。クラバー凱旋ヘルシオは勝ちました。天のアラフォーは3着です。結構いい勝負でしたね。さあ小倉記念はこれは省略、クラブは3頭、そして、札幌記念がやってまいりました。アメリカに C 騎手、ヨーロッパには武豊騎手が乗せております。40戦32勝セクリ、あ、アリス・リードちゃんだ。そうです、5万5000人を突破したんだよな。兄ちゃんいいな。はい、もちろんです。なるほど、米国産の馬を入れたいってことですね。ということで一人新たに仲間が加わりました。
そしてその4週ですね今。3週は4勝で、なかなか海外良かったんじゃないでしょうかと言いつつ、これらみんなあれなんだよな、金札確定してるジョッキーばっかりなんだよな。さあ一方ハニカミは、マイルチャンピオンシップか、まあいいとは思うんだけど、出すなら海外マイル挑戦させたいが、でもちょっと疲れがあれなんで放牧に出します。キンシャサの奇跡はどうでしょう、しっかり勝ってくれましたね。実装はジーベレストかってことは帰ってこないよな。さすがにそれは良くないってことで、こういう場に合わないレースをに出します。絶対これ走らないからな。もちろん出さないですよ単調ステークスは。ジョッキーも誰でもいいです。さあソードアンサーステークスを勝ちました。オーケンブルース3、止まらない戦いをやらないといけない。ここですよね、アイルランドセントレジャー。これなんどんな馬、あとまあこの辺もいいと思います。そんなにレベル高くないからな。この辺ですね、駒のニコニコ出るのでここは出すか。まあ、これで2周放牧かな。あとはここで放牧でもいいんですけどね、完全燃焼って気になるよな。海外遠征もつきましたし、どんどん海外で勝ってもらいたいとこですが、あと3勝だがな、多分厳しいだろうな。三上は放牧、アラフォーはちょっと3歳なんで2200か長すぎますね状態だな。まあ休んだ方がいいとは思う。休んだとして、あこれオス馬か、でもこっちとかの方がいいんだよな。状態考えるとセントール出すわけにはいかないしな。まああとスプリンターズぐらいか、ホットアイランドとか手もありますが、まあそうですよね、ここでもいいかもね。いやーでもこのクラスじゃないんだよな多分。でもポワイだとちょっと賞金が不安だしな。富士ステークスかな、新越ステークス、16キロ、まあまあいいでしょう。
か枠がどんどん埋まってますね。あと3人枠が埋まります。クラブ代表ですね、山本琴は。ヨーロッパはまだいないんだっけ。アメリカの芝にも適正と。こっちは米国産か。欧州の負荷だからヨーロッパ産と米国産の人がいるんだろうな。3と首位互角か。初音ミク確率勝てるレースしか出しちゃダメなのかもしれないですかね。あと1個、セクレタリアートステークスルーラーシップ一番人気です。124、111をジョスフレームあたりですね。ではレースいきましょう。アーリントン競馬場 G1 セクレタリアートステークス芝 2000m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。クエレンドーナジョイ前に行きそうです。チャイムカンプそれに続いています。さらにはステッピングヒル、3番アメリカンスポート、その後ろ先手を取ったのはチャイムカンプ、インサイドノワール、すぐ後ろにキャンバスキャロル、並んで13番コレアハーティード、すぐ隣にエイミングプレート、その隣にフォトグラフ、すぐ後ろにダブルクーリア、さらにはハーモニアス、白の帽子ムーンライトクレーム、その後ろルーラーシップ、後ろからこの辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。しんがりからジョスフレーム、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。黄金の馬体チャイムカンプ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、インサイドノワール、それに続いています。その後ろからはキャンバスキャロル、フォトグラフ、それに続きます。並んで6番エイミングプレート、その外からステッピングヒル、クエレンドーナジョイ、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として9番チャイムカンプ、大外か、一気に上がっていったぞ。インサイドノワール、先頭に黄色の帽子ルーラーシップ伸びてきた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もうまくりすごいな。ここで先頭に立ったルーラーシップ、あと 200m ぶちぎった。引き離しにかかります。2番手はキャンバスキャロル、ルーラーシップ圧勝です。ルーラーシップ独走、ルーラーシップぶっちぎりです。2着はキャンバスキャロル、3着にステッピングヒル、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップまさしく日本が世界に誇れる馬です。ぶっちぎりましたね。いいじゃないでしょうか。はい、続いてビバディ DS 天の初音ミクです。一番人気ですが122、ライバルはフォーエバートゲザー、これは強いですよ。フォーエバートゲザーライバル馬になってます。
レース行きましょう。アーリントン競馬場 G1 ビバリーディステークス芝 1900m です。こちらアメリカのアーリントン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはドレステスウルフ。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくドレステスウルフ行きました。続いて前へ行くのはノットアンユージュアルフォーマルハウトヴィンテージ。どうやら後ろからになりそうです。それでは先頭から。先手を取ったのはモアフォーエバー。その後ろからはロールサミテ、赤の帽子ネバーテンダーフット。その後ろすぐ隣にフォーティアスルーフ、内からはドレステスウルフ、シゼアタウン、それに続きます。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。その隣にノットアンユージュアル、これに続いてウィニーズオブリック、その外からボールドサバンナ、天の初音ミック、後ろから並んで13番フォーエバートゲザー、ウィッシングヒューモア、それに続いています。並んで古豪フォーマルハウトヴィンテージ、しんがりからドラマチョイス。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてモアフォーエバー、ネバーテンダーフット。上がってきた。いい上がり方してますね。絶好の手応え。天の初音ミック、初音ミック先頭を捉えにかかります。勝ったでしょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。残り 200m を通過して、フォーエバーツゲザーとターキアイ、天の初音ミック、2番手はモアフォーエバー。天の初音ミック勝ちました。これは嬉しい。天の初音ミック圧勝ゴールイン。2着は微妙です。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の初音ミック、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ヨーロッパやアメリカの方は勝ちやすいですね。次は4個目になりました。ジャンロマネ賞です。あの天の稲葉は一番人気です。127、他の馬で110を超える馬はいません。イルシブエクなんたらかんたらが強かったけど、それとは別の馬ですね。レース行きましょう。ドービル競馬場 G1 ジャンロマネン賞芝 2000m です。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗なスタートです。さあ花を切るのはどの馬か。モアジョイアス前に行きそうです。イルーシブウェーブ、それに続いています。さらにはスピーチコンポージャー、11番ビローシーナモン、その後ろ先手を取ったのはイルーシブウェーブ、好位置をキープしています。アマノイーナバウアー、チック&シルティーク、そのうちに続いています。その外からルーザックミステリー、並んで8番ポゼッシブサイレン、これに続くのがアポロスペア、すぐ後ろにキティズアナグラム、内からはクロセルーラ、黒の帽子トロットミッション、その後ろその横にリバーサイドカーロッタ、内からはチャンシーグレイル、その隣にダルヤカナ、しんがりからウッドマンイースト。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から。 G12勝、イルーシブウェーブ依然として先頭。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。2馬身から3馬身のリード、少し開いてモアジョイアス、並んで8番ポゼッシブサイレン、少し間が空いてチック&シルティーク。さあ先頭は依然として9番イルーシブウェーブ、2番手はモアジョイアス、ポゼッシブサイレン。さあ外ちょっとコースロスが大丈夫なのか。まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。さあ上がってきた。伸び足はいいが、あと 200m 一気に後続が襲いかかってきた。止まったイルーシブウェーブ。かわした。天の稲バウアー1着、勝ちました。これでリーチですね。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の稲バウアー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
さあ北九州記念、クラブはファリラットがいます。2番人気サンカルドとの一騎打ちムードですね。一番人気はサンカルドとなっております。こんな感じか。ダイジェスト。小倉 G3 テレビ西日本賞北九州記念は芝 1200m の電撃戦です。短い直線に入って後続は届くかどうか。サンカルロ先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。2番手はレグラーティア、サンカルロ先頭だ。先頭はサンカルロ、1着でゴールイン、2着はカノヤザクラ、3着にアーバンストリート。サンカルロ見事1番人気に応えました。これはレコードだ。6秒5、ハリだった7着に敗れてしまいました。そして札幌記念です。1番人気天野アミーゴ、2番人気天野小泉、他そばにいるねが4番人気、カタノフェイター8番人気か。いや、まだまだ。なるほど、アミーゴと小泉の一騎打ちムードっていう感じですね。フェイトもいるけどな。あと人気馬で言うとドリームジャーニーですね。さあ2番人気以降は先方が選べます。そばにいるねを前にやろうか。うん、そんな感じだな。ダイジェストです。札幌 G2 新潟記念、札幌記念芝 2000m です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。天野アミーゴ先頭、人気通り圧倒ですね。天野アミーゴこの馬で決まりか。天野アミーゴ1着、天野アミーゴ完勝、2着は天野小泉、これが G1 馬だ。天野アミーゴ、これもレコードです。着かそばにいるねは、フェイトも残念な結果。8月5週は海外のレースが多いです。こんなに多かったとは。ゼニアタも出ますね。この週最後の週にさせてください。浅田真央がそばにいるねのロードステークス。浅田真央ってクラブなんだかな。ミスト、クラブなのか。ミストが、あとトレッドミルも建設できます。やっておきましょう。
さあ、ローテを決めないといけない。蓮舫は来週だが調子がちょっと落ちている。嘘でしょ。放牧でも放牧はしてるんだけどな。放牧した後なんだけど調子の波がすごい揺らぎがちなんかな。メンタル重視で、ツイッターが今週、オルフェーブルはデビューだけど以下2歳は肩のポニョ、まあ放牧させます。ん、これ腰の朝が解消していないってこと。オッケー、とりあえず一周放牧。ローズステークス、まあ、9月を3週なんで放牧しときましょう。で iPhone が、なるほどね、まあ悪くないと思います。2頭、1頭だけだよな。そちらも好材料かな。で、1周放牧、2周放牧かな。あれ嘘、なんで嘘だろ。これ戻しましょう。まあ景気機関がいるから、で天のトゥルース、ちょっと調子落ちてますね。トゥルースこれでいいのかな。まあでも実通貨やり直せっていう話ですからこれでいいと思います。カレンちゃんがレース出ますね。カレンちゃんまだ G1 取ってないんだ、早く取りたい。シュースステークス、ん、あーでも大してレースに出れないからじゃないかな。そうなんだよな。あ、このぐらいかな、出るとしても。あ、でももうそれならまあシウスステークス待ってるから、別に出なくてもいいしな。んー、なんか様子がおかしいよな。帰らせて放牧させよう。送り人、次が何だって、フォレショーか。フォレショーは別にいいと思いますんで、こうかな。で、アラフォーです。まだまだ足りないかな、力的に言うと。ブエナビスタは、もう調子があんまり良くないが、こんなライバル馬いるんだ。あ、レッドデザイアとか、まあ、疲れはそんな溜まってないんで一周放牧して立て直しです。スネミックはビバリー D であと4勝。マイル戦の方がむしろいいですね。一周放牧してレース決めるか。うん、
これも休ませます。というかオールカマーじゃないような気がするけど、未定杯です。天の道路ちょっと疲れがね心配です。でニコニコがジョハーシュ、5勝か、あと3勝。天のフィールド、賢さがちょっと良くないな。あとは柔軟性ですね。これをちょっと備えます。スピードはでも悪くないよな。ある日は状態がガンと落ちてしまいました。疲れは溜まってないよな。じゃあ普通に放牧しましょう。今週はレレループだが、ヘイト、ん？ちょっと待ってよ。いや、オータマハンデじゃないよな。オータマハンデ出しちゃダメですね。あ、なるほど。ダートもいけるのか。だからここに出してもいいけども、馬が多いんだよな。ここかな？もうちょっと長くてもいいか。2400とか2200とか。オールカマーが本当合うんだけどな。京都大商店とか。まあこれでいいか。これはカットで、放牧させます。2周放牧かな。でキャンキャンも放牧。スマートハルコンが今週レースです。パシフィッククラシックで、下道戦記がこれ芝なんで大丈夫だな。スプリンターズじゃないような気がするけどな。ブルースリーはもうレースです。千の風はまだ G1 取ってない。まあ厳しいですね。セニアタが今週レース。小泉はなんか間が空きますね。それにジャパンカップは距離が長すぎる。まあ、とりあえず放牧させて考えましょう。グローブもまあいいでしょう。アミーゴもまあ14勝か。まあ、今年いっぱいですからね、アミーゴは。ちょっと待った、2200？ でも強いメンバーがやる相手と
ター買った方がいい決まってるからな。この辺とか全然勝てるレースが多いもんな。ブリーダーズカップマイル行きますか。で想定内キシサ単調の中が出るわけがない、放牧させるために持ってきただけだよっていう感じです。さあ気持ちいいは12勝してるからもう多分大丈夫なんですよね。これも放牧してからローテ決めるべきだろうな。客室、ああまあ客室だろうな今年までは。で世界に花勝ちたんやがそれぞれレースに出るっていう感じです。ブルーレイクリビト千の風、それは方のツイッターが期待、ホイールキャプチャーはいやレイブディドールは怖いですね。やっぱりんちょっと待って、あもう使い切ってる。カレンちゃんが H アレンジャーケンスステークスに出走です。2番人気か、1番人気はワイズダンかな、いや違うワイズダンじゃない、わからんなこれ。みんな強い馬ばっかりだと思います。ダイジェスト、サートワ競馬場 G1 H アレンジャーケンスステークスダート 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。カレンちゃん先頭、先頭だが、しかしその差はわずか、粘り込めるか、あと 200m 先頭は依然としてカレンちゃん、どうだ粘り切れるか、2番手はいや無理だ、ワイズダン先頭だ、先頭はワイズダン1着でゴール、2着にはどうやらトラップショット、勝ったのはワイズダン、見事な勝利です。ダート向きじゃないんだ。パーソナルエンスステークス天の絵でループです。こちらは2番人気ですね。あー厳しいな、レイチェル・アレキサンドラが1頭ちょっとず抜けてるや。あえて逃げてみるか。ダイジェスト、サートア競馬場 G1 パーソナルエンスステークスダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。捕まってしまった。先頭2馬身から3馬身引き離す、残り 200m 後続を大きく引き離しました。2番手はタレタレイチェル・アレキサンドラ、この馬で決まりか、レイチェル・アレキサンドラ今ゴールイン、段違いの強さです。2着はアンライバルド・ベル、3着にビハインド・ザ・タームズ、勝ったのはレイチェル・アレキサンドラ、見事な勝利です。エネループは5着、トラバースステーク様のブルーレイは3番人気です。ちょっと厳しいかな。ゲモンデュードという強い馬がいます。まあ強い馬ばっかりです。先方を変えないといけない。でもこれでいいかな。ダイジェスト、サートア競馬場 G1 トラバーズステークスだと 2000m です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ゲームオンデュード先頭。やっぱりゲームオンデュード強いな。残り 200m、 ゲームオンデュード余力は十分。さらに引き離していく。内に詰まってるな。スーパーセイバー、ゲームオンデュード、この馬で決まりか。ゲームオンデュード強い。掲示板に乗ったかどうかぐらいだろうな。ゴールイン。2着はスーパーセイバー、3着にエスケンデレア。ゲームオンデュード、アメリカ4冠を制し世代の頂点に立ちました。ちょっとバケモンすぎるよな。ブルーレイなんとか5着です。パシフィッククラシックスマートファルコンです。ゼニアッタもいますね。1番人気2番人気となを占めております。さあ先方、あのゼニアッタ選べます。まあでもそのままでいいでしょう。レース行きましょう。デルマー競馬場 G1 パシフィッククラシックダート 2000m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはクオリティーロードブレーム。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくクオリティーロード行きました。続いて前へ行くのはブレーム。ゼニアッタ後方からもう一度先頭から先手を取ったのはスマートハルコン。スマートハルコンですかね。クオリティーロードその前に進出、すぐ後ろにブレーム、少し間が空いてウェルアームド、並んで漆黒の馬体ティズウェイ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続くのがポモドロストーリー。後方です。力はジェネラルクォーターズ。その外からアイオントリベンジ。逃げなかったですね。スマートハルコン、ベーリングダンプティー、そのうちに続いています。その外にフラットアウト、ちょっと内に刺した中段行為の打ちっていう感じです。ゼニアッタ果たしてどの辺りから仕掛けるでしょうか。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。ここでクオリティーロード先頭に変わりました。気持ちよく逃がしてしまってないか。枝を挟んでウェルアームド3番手、引っかかってる。ゼニアッタこの位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はブレーム。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ブレーム先頭、内からクオリティーロード先頭。ダメだ、全然伸びない。ブレームあと200m。ブレーム前の2頭の勝負になっている。抜けた。2番手はブレーム。ここでようやくゼニアッタ、クオリティーロード、ゴールイン。2着はブレーム。なんだこのレース。ゼニアッタ勝ったのはクオリティーロード、見事な勝利です。ひどいレースです。スマートハルコンなんで逃げなかったんだ。いやいやいや、お前逃げろよ。インターナショナルステークスアマナイポッド、久しぶりですね。2番人気シュリス・デゼークルが125、レーティング的には上回ってはいるんですけどね。トライスオーバーも強い。ズカデオマール84しかないんだったら、事実上この一騎打ちムードですね。さあ iPod どうするかですね。このままかな。レース行きましょう。ヨーク競馬場 G1 インターナショナルステークス芝 2100m です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはベイトタウン、フルートザイザー。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくフルートザイザー行きました。続いて前へ行くのはベイトタウン、
さらにはストライプタイプ、キングジョージの勝ち馬、シュリスデゼーグル、その後ろ、フルートザイザー、先手を取りました。好位置をキープしています。アマノアイポッド、ミッショナリーズリ、その前に進出、プルーデントイルキス、すぐ後ろ、これに続くのがドゥーナデン、内からはノベルイーストン、その外からキーンランドロージーズ、これに続いてウォールノワール、フレーミングバースト、上がっていきました。1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。ザガーデンオマール、それに続いています。すぐ後ろにダスキーオピニオン、その隣にサティスフィードカバルリー、最後方にプワイスオーバー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。もう一度先頭から6番フルートザイザー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、前はフルートザイザー、まだ粘っています。2番手はストライプタイプ、エイトタウン、3番手10番アマノアイポッド、まだ後ろ、安城のどこにいるんだ、ま、だこと中だ、長い直線、ここだ、バグの中、少しずつ伸びてきてるが、他の馬も伸びてるからな、あ伸びが足りないや、むしろ後続の足はどうか、シュリスデゼーグル強いな、一頭段違いの強さです。2着はアマノアイポッド、3着にトワイスオーバー、アイポッド2着なんだ、シュリスデゼーグル見事な勝利です。ちょっと話にならない力差がありますね。さあ、ヨークシャーオークス、ハウル、アマノハウルです。アマノハウルは1番人気115なんで、どうなんだ、淀川ゆい子が乗ってる馬がいますね。スノーヘアリーとか強いよな。ダーレミーとか、あとはスイスターキープ。一番人気だからといって安心はできません。レースです。ヨグ競馬場 G1 ヨークシャーオークスは芝 2400m をクラシックディスタンスで行われます。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スノーフェアリー、好スタートを切りました。アンジェラストリーム、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくスノーフェアリー行きました。続いて前へ行くのはアンジェラストリーム、さらにはキタセリタ、11番ダーレミ、その後ろ先手を取ったのはキタセリタ、これに続いてプロフィートシンディ、並んで16番ウエスタンエイト、すぐ後ろにコールザサティスフィー、黄色の帽子シェイディガーデン、その後ろアマノハウル、後ろからウェルシュエクスプレス、すぐ後ろその外からベイクトバンド、その隣にスイスターキープ、アップアクス、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアイドルレグズ、内からはサンドロップエコー、最後方にサビジグラディオラス、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。8番キタセリタ、依然として先頭、さらにコインつけてますね。ダーレミ、それに続きます。ここから伸びるのかどうか。アマノハウル、ハウルはアンジェラストリーム、並んで10番プロフィートシンディ、
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。その外にウエスタン、まだですね、勝負どころはコールザサティスフィー、すぐ後ろにシェイディコース開くのか、シカセリタ、スノーフェアリー、ほとんど差がありません。ダーレミン3番手、アマノハウル、これはいい位置につけています。いい位置だな。後続がぐんぐん追い上げていきます。残りあと 400m、 長い直線、ここ内から内を突っ込んできた。意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に、どうだ、先頭に立てるか。あと 200m、スノーフェアリー、マスオフェアリーが抜き出した。スノーフェアリー先頭だ。3着か。スノーフェアリー1着、2着にはどうやらダーレミ、3着にアマノハウル、勝ったのはスノーフェアリー、見事な勝利です。さあ、トキステークスクラブはマイネレーゼですが、ちょっと厳しいね。さあ、方のツイッター、新潟2歳ステークスに登場、クラブは凱旋ユニクロやホエールキャプチャーも出てますが、ツイッターが一番人気、グリグリです。ウィンバリアションもいますね。さあ、ダイジェストいきましょう。新潟 G3、 新潟2歳ステークス2歳限定芝 1600m です。4コーナーカーブから直線コースに向かって、さあ中割ってきた。先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭かをついた、力強い伸び足、あと 200m、 後続を大きく引き離しました。2番手はウィンバリアシオン、肩のツイッター、この馬で決まりか。勝ちました。1着、肩のツイッター完勝。2着はウィンバリアシオン、肩のツイッター、見事一番人気に応えました。これで重賞勝ちまして海外に行けます。フィンランドカップ、天の送り人、天の千の風、送り人が1番人気、千の風2番人気、ベストロケーション凱旋武士一部のクラブワーを出てます。送り人、千の風を一騎打ちムードですね。他、遠心フォワードなんかもいます。さあ、線の数は先方変えられますが、変えません。ダイジェスト、札幌 G3 キンランドカップは芝 1200m の電撃戦です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。天の送り人先頭、リードは2馬身から3馬身、2番手は天の線の風、天の送り人、強い強い天の送り人、圧勝ゴールイン。2着は天の線の風、3着にプレミアムボックス、これが絶対王者だ、天の送り人。うん、強かった。いいえ。さあ、ケオンとフィッツが出ます。海外、4頭出走ですね。勝ちタイヤだけかな、重要な。ブラックキャビアもまだか。ブラックキャビア5勝です。勝っておきたい。天の蓮舫が2歳ステークスへ挑戦、重賞初制覇を狙います。おっと、柵越えだ。ジェンティルローンなんだ。
はい、ということでこれでローテやって終わりかな。で逆にこうですね、うん、状態問題なし。さあ、キンシャサはジ・エベレストに出てます。さあ、気持ちいいですね。何出すかですね。もう金札の条件は満たしてるからな。普通にもうね、ここでいいんじゃないの。さあ、スマートハルコンもいいのか。まあまだ海外では足りないっていうのを実証してしまったからな。じゃあ、あまり出たくないな。むしろ、こっちですね。出すとしたら。で、冬ソナ。11月になった iPod が、iPod18 勝だからな。マイルチャンピオンシップでいいんだろうか。放牧だな。放牧するんだけど、放牧の前に何を走らせるか。距離適正の幅がでかいんだよな。うん、強いな。これに出そうと言いたいとこだが、テプログがアイリッシュチャンピオン。想定内はどうするか悩むな。ゼニアったら南部杯に行きますね。まあマイルとか合うんじゃないかな。まあ一周放牧しときましょう。小泉 JC なんだ。どうだろうな。海外遠征は持ってるからな。ボは混合レースに出してもいいと思います。9月4週以降ならば。3000万稼げるんだ。1000m レースがベストですがね。ちょっといいレースがないな。これダートだしな。ベイナビスタか。オペラショーとかもいいかもしれないですけどね。お、これはぶつけよう。あ、ダートか。ダートじゃダメだ。難しいな。 2000m 前後が本来ベストなわけですから、これかな。オルカマでもどうなんだろう。まあ悪くはないけどな。邪魔はしたくないよな。だって一応海外遠征とかあれあるし、もうちょっと距離伸びてもいけそう。こういうレースあたりな。
とあるかはまあ知らないですね。で、ゲド戦記も、うん、これは確実にブルースリーは勝っとく必要がある。スプリンターズはありえないな。9月を3週ぐらいなんかいいレースがあったら、稼いでるからな。結局海外行くしかないもんな。そうじゃなかったら、あーここぐらいしかないか。スプリンターズは出さないよということで、いや出さないよということで、次をどこに出すかですね。悪くないんだけどな。オタマハンデ、いや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 、イナバウアーはもうリーチかかってるんだから、こんなとこ出しちゃダメですよ。勝てるレースに出そう。これです、ここに出します。勝てるレースに出さないと意味がない。神は、うん、これ9勝目ですね。マイル、まあ悪くはないけどな。二神4歳馬か、まあ、今年いっぱいでしょうからね。9月4週以降だったらレースに出せる。これかな。まだ早いしな、ヒーローには。なんか調子落ちてるし。調子落ちんじゃないわ、放牧させたんだ。スプリンターズ出てる馬いたよな。やめさせろ。ゲド戦記、お前は海外に行くんだってことで、ハニカミとやってこいってことですね。ハニカミってハニカミ問題ないか。で、初音ミクピュマリー D を取って、あとあと4勝です。
さあ天皇賞秋を狙ってますが微妙に長いよな。1008あたりがベストレース、マイルでも構わないが、この馬だったらむしろさっきのゴルディコバって絶対無理だからな、ここに譲ってくれよって思うよな。ここの方、ここでいいのか。地域州芝も行けなくはないけどな、どっちがいいんだろうな。実績2200は長いよな。その前に愛長館へ、ラキスタは、ラキスタも同じですね。距離が長すぎるやん。こちらは G3 で十分。ここに出してここはやめて2周放牧かな。でルーラーシップはどうしようかな。もう調子乗り始めてますし、海外遠征持ってるんで菊花賞出てもしゃあないですしね。ここじゃないんじゃないかなということなので、9月3週以降に出ることはできるけど、芝はダメ、ダートはダメだな。2400は上限。ゴルディコバが強い。なかなかいいレースがない。結局この辺とかになるよな。ぴったりのレースがないですね。こんなのもう思い切って空き店にぶち込みましょう。初音ミコンいますが、出さないということで。でポニョがシオン、これは変わらない。お、 iPhone もシオン出ますか。でもクイーンエリザベス、こいつはやめて、どんなメンバーなんだ。で、トゥルースが、カレンちゃんはまあ当然でしょうね。ブラックキャビアに立ちふさがります。んでもカレンちゃんこれ海外でないのかな。選択肢ダートもいけますしね。あるんだけどな。これはちょっとレベルが高すぎる。ナンソープはレベル高いしな、多分まだ通用しないだろうな。あとダートもいけます、多分。だからこの辺とか、
あと、まあ、ここもありますね。アベイユ・ロンシャン賞。で、オルフェーブ、あと2頭、フィッツと軽音が入ってきた。フィッツは芝。黒田騎手ってどんな人？ 35 歳。まあ、いいんじゃないでしょうか。主戦も黒田で良い。で、慶応は？慶応も芝のみですね。田中って誰だ？勝春ですね。まあ、いいんじゃないでしょうか。でも勝春するんだったら、岩田騎手、これでいきましょう。はい、ということで、PB ガルダ、中山フェスタ、ブラックキャビア最上位。マイネイザベ、イザベルが天の蓮舫に立ち塞がる。ドナウルブルーも怖いですね。名将なるとも。オレジネッタ。若い人、はい、ということで、ここまでかな。はい、ウィーニングポスト92021、今回は8月をやっていきました。次回から秋競馬9月に入ります。スプリンターズまでできるかどうかですね。頑張っていきたいと思います。今回配信ツイッチでお送りいたしました。ツイッチアカウントフォロー、ぜひお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。YouTube でアーカイブアップロードしております。2日後、5日21時頃からプレミア公開いたします。ぜひ見てください。YouTube チャンネル登録、高評価お願いいたします。My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。This live archive my YouTube channel。 my YouTube channel、 チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 TwitterX my アカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。